今日はロシアでの新年の祝い方について話したいと思います。新年の場合は12月31日に力はじ、始まります。ロシアで正月の場合はクリスマスより人気があります。ロシアのクリスマスは1月7日です。初月は国民的な祝日です。ほとんどの会社は英語を知っていません。フライショガツ、スタルノブゴト、といって公式ではないお場合もあります。これはユルス歴によって決められており、フライショガツは1月8日です。アバナイはほとんど2週間続きます。お正月の主なキャラクターについてお話しします。フロスタ神父と雪娘。雪娘はフロスタ神父の孫娘。次。お正月の前、森から伐採した本物の木で作られたクリスマスツリーを買うことができる市場が惹かれます。しかし、多くの家では人工のクリスマスツリーが飾られます。クリスマスツリーを飾るのは家族の主なの伝統です。子供たちにとってクリスマスツリーは魔法のようなものです。驚くべき方法で贈り物はクリスマスツリーの下に現れます。子供たちは1月1日に起きたらすぐにクリスマスツリーのに何が置いてあるのかを急いで見に行きます。次。はい、お初月は家族でお祝いする祝日であると考えられているので、普通は家族と過ごします。例えば、家を飾ったり、料理を使ったり、お祝いのための衣装に着替えたり、お客さんを迎えたりします。新年の休みの間は、クリスマスバザールや氷の街をスケートリンクにいたり、正月のショーを見たりします。次。次は子供たちがどのように新年をお祝いするのかについてお話しします。幼稚園で子供たちは歌や踊りを学びます。雪の結晶の折り紙を作ったりもします。子供たちはクリスマスのコスチュームで踊りプレゼントを受け取ります。モスクワでは子供たちはロシアで最も大きいクレムリンのクリスマスツリーを取り揃えることができます。特にアイスショー、夜バレのクリマあ、リン、人形、あ、人気があります。子供へもプレゼントとして、証の袋が多いです。次。
食べ物 と 飲み物 について 話します。 マンダリン、 キアビア、 シャンパン。 お正月 の 食事 には タコさん の 種類 の サラダ が あります。 サラダ に マヨネーズ は 欠かせません。 次。 Не слышно. Цуги. Войчиджи гочуфуни дайторо но супичинимас. 12日に願い事をします。花火を打ち上げます。あと見せる黒い輝きを見ます。次。大統領の スピーチ の 後で人々 は 外 に 出たり 花火 を 見たり します。 手持ち 花火 も 人気 があります。